こんにちは。今回紹介する美少女は山田マリアさんです。この動画では山田マリアさんのメスリ画像、ランジェリナ像、セミヌードなどなんかのな写真を紹介しています。3サイズは87、58が86センチ、カックサイズは C カップだそうです。これはたまらんレベルのものを集めたので、どうぞ最後までお楽しみください。全盛期に撮ってた水着やセミヌード、ランジェリーなどなどもでな写真を3サイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った山田マリアさんの写真があったら、工場小答えやこの写真がいいなどの熱い思いをコメントに出してみてください。概要欄に山田マリアさんの写真集サンドルリンクを貼っています。無料で見れるものもあるので、ぜひ見てみてください。女優やテレビタレントとして活動をしている山田マリアさんのセミヌードやランジェリ、全盛期の水着グラビア画像、3サイズやカップサイズなどプロフィールと一緒にお届け。ここ最近では自身の YouTube チャンネルを開設し、 YouTuber としても活動している山田マリアさん、1980年3月5日生まれで愛知県の出身。どのような経緯で芸能界に入ったかは不明ですが、1996年同時16歳で芸能界デビュー。同年には第1回ミスヤングマガジンでグランプリを受賞したり、フジテレビのフジテレビビジュアルクイーンオブザイヤーにも選出されるなどし、グラビアアイドル兼テレビタレントとして活躍。グラビアの活動をする傍ら、テレビのバラエティ番組などにも出演。明るいキャラながら鋭いツッコミの腕、数多くのバラエティ番組にも出演をしていました。他にもデビュー年の1996年から女優としても活動をしており、テレビドラマ「ムースパイラル」で女優デビューを飾ると、ウルトラマンダイナ、 NHK の朝ドラスズラ、ハフレ刑事尋常派などにレギュラー出演をしていた時期も。2007年頃からは舞台女優としても活動を開始し、出産をする1年前の2011年頃まで舞台に出すっぱりに。人気も絶頂だった2008年2月、俳優の草野徹さんと結婚。2012年に第一子を出産。当時は男女問わずに喫煙者が多かった時代、彼女もその喫煙者の一人だったみたいですが、妊娠をきっかけに禁煙を開始し、禁煙に成功したそうです。今回はそんな時代に大活躍をしていた山田マリアさんの変な写真でも見ていきましょう。セミヌードも入っています。ランジェリーショットも入っています。もちろんグラビアで活躍をしていた頃の水着姿も入っています。水着姿は少し年代を感じてしまいますが、グラマラスでめっちゃ素敵です。手ぶらのヌードは素敵ですし、見応えもたっぷりあると思います。では山田マリアさんのエタショーたちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。